毎週月曜日は政治です。ジャーナリスト鈴木哲夫さんです。鈴木さん、おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。緊急事態宣言が解除されまして、はい、で、まあ、そんな中でも北九州市はね、今第2波っていうのが来てるんですけど、西村経済再生担当大臣は緊急事態宣言再指定はしませんよと言っていますが、今永田町ってどんな感じふうに捉えてるんですか？要するにね、今回のこの緊急事態宣言の解除ですね、解除、全部解除しましたね、でこれは非常にやっぱり政治的な判断なんですね、はい、政治的な、つまりどういうことかというと、はい、コロナの感染が今どういう状況にあると、だからその医学的にまあ判断をしてですね、はい、ということよりは政治的な判断、つまりね、経済を最優先させたんですよ、まあそういうことですよね。そういうことです。だからこれ25日にね、はい、最終的に残っていた東京を、含めた、はい、都県 ね、それから北海道、これを関東一円と北海道ですよね。そうそうそう、25日に解除しましたよね、はいはい、だけどこれおかしな話でね、おそもそもずっとその見直しって、例えば解除なんかもそうなんですけど、1週間おきにやってきたわけですよ。そうですね。でしょ、うん、ということはその前に例えば解除したのは21日でしたから、はい、で東京とか残して、はい、大阪とか解除したのが21日でしたから、はい、はい、じゃあここからもう1週間見なきゃおかしいでしょ、うんうんうん、つまり28日に次の見直しがあるんだろうって誰もが思っていた、うん、ところが前倒して25日、うん、ポイントがあってね、25日っていうのは月曜日なんですよ。そうでしたね。月曜日って過去ずっと感染者の数は、うん、少なかったですよね。ということはもう解除ありき、解除したい、数字が出ちゃったら大変だ、だから、まあ、簡単に言うとですよ、25日月曜日だったら数字少ないからこの日ならはい解除っていうね、口実ができる。そうなんです。で逆に言うと25日を過ぎて、つまりまさに先週の後半なんかは、はい、これね、感染者数の数が増える可能性ものすごくあったんですよ。なるほど。で なぜかというと、ほら例えば福岡であれば14日に解除されて15日から、うん、まあ、お店なんかも少しこう にぎわってきたわけでしょ。そうですね。そうすると2週間、そこから2週間ですから、あ、まあ、単純に例えば29日ぐらいにはなんか数字がバンと出る可能性はあったわけじゃないですか。あ、それからゴールデンウィークっていうのは皆さんね、7日に、まあ、6日に終わって7日からゴールデンウィーク明けたと思ってるけど、はい、うん、実はその後に土曜日曜があったから、はい、実際にゴールデンウィーク明けて人がわっとこう出始めたのは15日の週なんですね。ってことはそこに2週間足したら、まあ、ごめんなさい、11日だ、だからそれに2週間足したら25日以降ってことになるわけ、うん、だから結局先週は数字がわーっと出る危険性ってもともとあったんですよ。あ、なるほど、うん、だからその前にとにかく解除しておいて、あ、で、あと少々出てきてもそれは各都道府県で対応していく、つまり西村さんの言っている、いや、もう緊急事態宣言、出すつもりはまだありませんよって言ってるのは、はい、つもりがないないんですよ。もう出さないんですよ、うん、そういうことなんです。経済を中心に、うん、まあ、解除した、うん、もう一回逆戻りはしない、だから多少出てきても、まあ、その地域地域でできる限りやれることを、まあ、やっていくというような、できる限りもう出さないんですね。だから分かるんですよ、その、うん、経済のね、これだけ大打撃を、特に飲食業とか観光業とか見ればこれだけ打撃を受けてるわけですから、その出しにくいっていうのは分かるんですけど、うん、今のね、北九州市の状況を考えたら、私はね、本当にそれでいいのかなと思うんですよ。いやいや、だから、うん、要するに慎重に慎重にね、うん、まあ、少しずつ少しずつと、それでやっぱりそのなんか一気にやっぱり政府のメッセージとしては、もうさあ明日からは新しい時代が始まりますよぐらいの安倍総理の会見だったわけですよね。そうですよね。それはあれを聞けばね、よし、じゃあ前踏み出そうっていうふうに思いますよ。それともう一つ、うん、一番大事なのは、はい、要するにそれに見合う保証とか、そういうところがもうまるでできてないっていうところなんですよ。だから、うん、
ある意味ではね、しっかり保証とかそういうものがスピーディーにしっかりしていれば、うん、要するにそうだな、もう少し慎重にやっていってもいいな、まだその開かないでもお店を開かないでも、もう少しもうあと2週間1ヶ月は少し慎重にやっていけるな、つまり保証があればですよ、うん、でもそれがないからやっぱどうしてもみんなお店を開けざるを得ないし、うん、ってことでしょ、うん、だから僕は政府のメッセージが要するにもっと慎重であるべき、そして慎重であるべき、その同時に保証をちゃんとする、うん、このやっぱりセットですよ。だからそこはね、いやもうこれ解除したらあとはもう民間の皆さんの努力でやってくださいというような感じのね流れになってるのは僕は極めてこれは問題だと思いますね。そんな感じなんですか、うん、そうそう、だからもう永田町ではね、もうとにかくその、まあ、野党とか自民党の若手議員は一生懸命ね、まだいやもっとちゃんとお金出さなきゃダメだってやってますけど、やっぱり政府つまり今官邸中心にですけど、ここはもう要するに、もうとにかく解除したんだからあとはもう経済でっていうことでやってます。それとやっぱね、安倍政権の支持率がものすごくもう悪いでしょ。そう、今下がってきてるでしょ。だから、うん、それをね、永田町がどういうふうに受け止めてるのかなって今思ってるんですよね。いやいや、これはね、うん、もうなんか気の早いような話なんだけど、実はやっぱりもう解散総選挙みたいなものがやっぱり永田町ではみんなの頭の中にあるわけですよ、うん、でこれはね、うん、だってもうこのコロナでずっと例えばまだまだ続きますよね、うん、経済も非常によろしくない状況が続くなんてやってたら、うん、もう来年の秋にはもう衆議院の任期が来ますから。そうですよね、うん、それから安倍総理の任期もその同じ、まあ、秋9月に来ますから、うん、だからやっぱり実はもう来年になるともう両方安倍さんも衆議院もみんな任期が来ますから、うん、レームダックっていうのかな、あんまりね、はい、もう任期に近くなってくるともう選挙でこれやりますあれやりますって言ってもね、もうあんまりこう実は票取れないんですね。ということはじゃああれですか、うん、もっと早いうちに任期が来る前に解散総選挙を打ちたいんですか、そうそうそう自民党として。普通はそうです、そうです。だから、うん、じゃあそのタイミングはいつかってことになってくるんだけど、はい、要するにね、僕が取材してる感じでは、うん、今ワンポイントってこのタイミングしかないって何人かが言ってるのはね、うん、この秋なんですよ。なんで今年の秋、最初ほら、うんね、今年東京オリンピック・パラリンピックの後がそのタイミングじゃないかって言われてましたよね、オリンピックあるったらなら。そうそうそう、僕はずっと秋って言ってましたけどね、うん、でそれ今でも秋なんですか、うん、なくなっても、ね、だってオリンピックこれ来年行われるかどうか分かんないでしょ。確かにまだでしょですね、うん、オリンピックの中止もしくはもう中止するとかいうふうな判断を今年の秋から冬にするっていう話が今出てるわけです、うん、そうですね。そうするとやるかもしれませんね、やろうということになるかもしれないけど、うん、やらないという可能性もあるわけでしょ、はい、そうするとやらなくなったらこれね、もう自民党にとってはもう安倍さんにとってはもうマイナス選挙も大マイナスですから、うん、そうするとその判断がどっちに出るか分かんないんだから、うん、出る前にってことになりますよ、はあ、その判断って10月ぐらいにはっていう話でしたよね、うん、オリンピックそうそう今出てますよね、はい、となるとその前にで、ただ経済が今どういう状況か、その時どういう状況か分かりませんよね、はい、コロナでね、うん、だからとにかく一生懸命とにかく補正だなんとかだって打ってね、うん、そしてもうそこのタイミングワンチャンスしかないんじゃないか、もうその後になったらもう不安定な要素が多すぎる、でもうタイミングを測っているうちにもう任期満了近くになってもうレームダック化するというようなこと、うん、だからこの秋の総選挙ワンチャンスという可能性があるんじゃないか。それともう一つ、もう一つだけ言うと、要するにポスト安倍ですよ、はい、選挙がこれだけ支持率があるければ安倍さんっていう顔でいいのかどうかっていう話がもう出始めてるわけです。そうでしょうね、でも誰がやるんだってね、うん、いやそれは選挙で勝てる顔ってことになる。そうすると人気投票ですよ。いやだから今一応もう世論調査では石破さんがね、うん、一番人気があるということは石破さんでもいいのかっていう議論が絶対に出てきます。もうすでに出てるだからただ安倍さんは絶対石破さんにはしたくないんですね。そりゃそうですよね、うん、だからこの辺でじゃあ岸田さんでいいんですか、岸田さんでじゃあ選挙勝てますか、こういうね、うん、大政局がこの、まあ、秋ぐらいに、まあ、コロナ次第ですよ、コロナ次第だけれども、うん、来ると。でコロナがまだ引き続いてればもうどんどん追い込まれて、うん、レームダック化して、まあ、いくというような大きな節目がこの秋ということでしょうね。そうですか、はい、鈴木さんありがとうございました。ちょっともうちょっと聞きたいですけどね、はい、ありがとうございました、はい、西村経済再生担当大臣とか
菅さん最近存在感薄いけどどうなんだとかちょっとまた今度聞きましょうかね。ちょっとね話がちょっと中途半端になっちゃいましたね。ジャーナリスト鈴木哲夫さんでした。